はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は旭川にあるとんかつの人気店についてです。皆さん、とんかつ好きですか？私はヒレカツよりもロースカツが大好きです。こちらのお店は1930年に創業しました。東京の上野にある老舗とんかつ店以前本店から1972年にのれん分けしまして、旭川だけでなく大丸札幌地下食品売り場にも出店されている人気店です。そんな旭川にあるとんかつの人気店旭川以前を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。こちらの店は旭川駅から約400メートル歩いて5分くらいの場所にあります。提携している駐車場はありません。営業時間は11時から15時、17時から20時半です。ただコロナなどの影響で変更している場合があります。定休日はありません。お店の中の様子です。カウンター席と奥に座敷がありました。フリー Wi-Fi もありました。外国の方には特にメリットがあると思いました。ランチメニューを紹介します。こちらの4つの定食メニューは日曜日以外の11時から10時半に注文することができます。またランチタイム限定でドリンクを110円の追加料金で注文することができます。こちらはレディースメニューです。ドリンクやデザートもついていますので、お得なメニューだと思いました。こちらは男性も注文することができるようです。こちらはこのお店のメインでありますとんかつ定食のメニューです。数量限定の2000ロースカツ定食はすぐに売り切れてしまいますので、食べたい場合はお早めに行かれた方が良いと思います。私は今回も注文しましたが、豚肉の中で最良の脂が乗っている部位を使用したとんかつ定食代を注文することが多いです。それ以外に数量限定の厚切りとんかつ定食やヒレカツ定食もありました。その他の定食メニューですが、ジューシーな道産豚肉 100% を使用しましたメンチカツ定食やヒレカツとロースカツの両方を食べることができますヒレロースカツ定食、個人的に好きな生姜焼き定食などがありました。またカツ重などの重物のメニューもありました。こちらのお好み定食は黄色の枠で囲んでおりますフライから5品選択することができます。それ以外にも栄養のバランスが取れた幕の内弁当もありました。単品の揚げ物メニューや一品料理のメニューもありました。右のページはドリンクメニューです。ビールや冷酒、ソフトドリンクがありました。個人的には旭川地酒飲み比べセットをおすすめしたいと思いました。こちらのヒレカツサンドは東京の上野にあります以前本店の創業者が考案したそうです。またお子様メニューもありました。この音を聞いてください。この音でサクサク感や美味しさが伝わったんじゃないでしょうか。私が今回注文しましたとんかつ定食代税込み2280円です。こちらはご飯、味噌汁、キャベツを何度でも無料でおかわりすることができます。北海道産の豚肉のロースカツはサクサクで豚の甘みを感じられました。このお店のオリジナルソースに非常にマッチしていましたし、追加料金100円の味噌ソースをつければ名古屋の味噌カツの味にもなりました。北海道産のキャベツには3つのドレッシングが用意されていましたが、個人的にはトマトガーリックドレッシングがおすすめだと思いました。旭川さんの雪さやかのご飯も含め全て本当に美味しかったです。こちらのお店でとんかつなどに使用しておりますオリジナルソースは税込み460円で購入することができます。またお弁当をテイクアウトすることもできますし、旭川市内であればどこでも
1個から配達していただけるのは非常に嬉しいサービスではないかと思いました。こちらに記載されている値段で配達料金も含まれています。ですので私は結構出前で注文しています。支払いですがクレジットカードや一部の QR コード決済を使用することができます。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました旭川にありますとんかつの人気店旭川、以前は旭川で美味しいとんかつなどを食べることができるお店です。旭川で美味しいとんかつが食べたいと思った際にぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ストロゲと食べちゃう。